ワールド1の動画を今上げてきまして、今は島解放してないです。島解放ってどんだけ熱盛に洗脳されてるんですかってことなんですけど、うーあいつのせいで魚が揺らちゃって釣れませんと。そうやな。はい、なんかバッチくれるんやったらね。お、嬉しくて咲くんや。お、フラワー王国ちょっとピクミンに近いな。いうことはかし、あ、これ何？あ、そういうことね。一個だけ最初もらえた気がするやったっけ？あ、違うな。これ何？色ちゃうやつや。今から、てかそもそもここがワールド2なんかどうかも分かってない。なんか不思議なことに、ここがどうもね、あ、誰かいた。ワールドじゃないんすよね。なんやろ、ここ。不思議やなぁ。スペシャルワールドももう出てしまってるし。で、ワールド2が隠れてるのかな、こうやって。どっからワールド2行けばいいかわからんから、もう、ここか、入っていくかな、これ。わからん、全然。じゃあ、わからんっていうか、その、自由度が高すぎる世代がわからん。で、これ難しかったんですけど、最後一個取れんかったんで、もう一回やってみます。あ、もう間違えてるな。一回リセットじゃない。一回、あれをやめるともうボタン間違えちゃうんですよね。X でドルフィンキックしようとしてるから。ピクミン4か昔のマリオに戻ってまいんけど。てかちょっと今夜中なんで、夜中って言っても12時ぐらいですけど。ピクミン4のチャレンジは解放してきてる状態で、あ、ブリタスさん入ってる。なんですけど、ちょっと遅い時間なんで今は部屋開けてないです。部屋っていうか、島っていうか、島やな、ショートウェアで。でも、ツイッターで呼びかけて二人も急に来てくれたのはありがたかったですね。これ、コースを覚えなかんね。近道は右やったんで、ここ、あ、これって全然や。さっき左行ったでや。難易度1ってことない。2やな。コースを覚えてなかったら絶対無理やで。あ、大丈夫？大丈夫、大丈夫いいかな。はいはい、ドルフィンキック覚えました。ドルフィンキックだらけなんかな、フラワーショット。おお、水じゃないの。おお、 X でジャンプしようとする。なんで。ピクミンや、ピクミン。これはワールドによって違う色のシードなんですか。可愛いです。ありがとうございます。ここ取れませんでしたわね。3個目の場所がわからんかったんで、もう一回行ってきます。バッチセレクトはドルフィンをおすすめっていうのが出ました。バッチ何がいいかなと思ったけど、一回 R を押すとおすすめっていう風に選んでくれてるね、最初から。どうでいいかな。ボタンが分からなくなる。普通のクロールとこれとがあるんで、あぶね。エクソしてる。危ないね。あ、見えてるやん。教えてくれんでも。あ、なんか右にあったかな。なんか隠しを教えてくれてる人いたね。いるんですよね。あと一個どこだろう。ん？え？へぇー。どこやろな。あ！すげえ。見つけた。いや、上に行けるんかなと思ったんやけど、ああ、あれ？ここに捕まっていかなかんのか。上に行けそう、あ、なんか上にああいう乗って行けるゲームあったやん、マリオの中に。でもこのゲームは行けないんやけど、たまたまそこの癖で行ったら、コインがあった。こんなん分からんよね、でも。どれ平気かって取るやん。
あれ全部取ったらなんかいいのが出てくるんじゃなくて、グッジョブっていう話が、まあ話聞けただけでも寂しくないです。なんかエピソードしてもらうな。あれもう取ったんか僕。あだね、下に入るところが、あ、これか。こういうことね、あっちが閉まってるっていう体ね。初めて来た時はあっち最初から閉まってると思った。これで取るんですね。もうなくなってたな。なった。左を見てた。左のあれなくなるんかな。あれやばいかな僕。倒せた。なんか明るい気持ちになれてありがとうございます。でも海のステージそんな好きじゃないでしょ、ね、僕もです。さてここうまく取れるかな。ここになんかマークあったんです、さっき。オッケーオッケー。あ、誰かと一緒にいた。あのメダル何、あの子の。でここは2回してもどこにあるか分かんなかったんで、もう1回行きますけども、そもそもこの海苦手ですっていうのと、あとでも助け合いがなんかすごい効果的になってて、ここ最初のメダルが最初から取れなかったんですけど、これ分からなかったんですけど、ちょっと前に僕喋ってると思うんですけど、ここに左に行けそうなゲームあるやん、マリオのどれかで。でもこのゲームは多分行けなくて、たまたまさっき頭ぶつけたらそこにこのハテナブロックがあったっていうところがありましたけども、あれはそこにあると思ったんじゃなくて通れると思ったんですよね。でもここは分からんかったのを、通ろうとしても通れんかったのを教えてくれたのは誰かのパネルでしたから、すごくなんかそこで助け合ってる感じがして面白かったっていうのがずっと言いたかったです。ここにパネル立てたんですよ、さっき。僕も立てておきます。で、多分、2個目のやつは取るのも、これ多分増できた方がいいんじゃないかなと思うな。難しいんすよね。あ、あとここ下も行けそうじゃない、なんか。行けるゲームとか面もあるやん、多分。あ、この人あんまり怖がってるやん、最初。しまった。あ、うまい、今の。あれ、でもうまくいけんな。あ、間違えた。ボタンがうまく操作できない。でもこれは大したことないよね、これ。ていうか、カエルか、カメの甲羅系が何パターンもあるよね、ノコノコ以外も、これ。カタツムリだけじゃなくて。で、ここ登らんと、これを倒したいなと思ってたんですよ。そしたらさっきミスっちゃいましたね。おいでおいで。おいでおいで。これを見ると可愛い敵やな。おおおお、すげえ早く動けてる。あー、つらい。オッケー。ちょっとやばいよ。でもでかくならな。
おーい、どうしてる。おー、何やここ。やべ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 、え、やべえ、危なっ。あー、怖かった今。さっきの花の気持ちが分かった。怖かったよって言ってたもんね。食べられるかと思った。おお、出た。これで1個目は。ここ難しいぞ、なんか難易度。難易度難しいぞ、ここ。ミスした、ドジョおいで。こういう風に助け合いながらできるのがいいところです。ああ、ここ、倒せんねん。この下もなんかあるよね。なんか難しいね、このゲーム。おいでおいで。青木のピオンガやって、名前出てないやん。どうやっていこう。友人ついていくか。なんかこういう下泳げるステージあったな、昔のファミコンで、いろんなゲームで。すげえ。あ、ワンダーなんや。いや、ルイージ見てた。え、どこが海なん。あ、上が海なんか。むず、めっちゃむずくない、このゲーム。あ、このステージ。え、お、びっくりした。え、あった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 。3個取った。お、え、2個目いつ取ったっけ。僕全然覚えてないやん。なんか右側にありそうやな。なんだこれ。いいよね。危ない。めっちゃむずい。ゼルダぶりの手が痛くなってきた。君、びしょぬれじゃないか。ちゃちゃ、あれ一個も取れんってどういうことやねん。あ、青木のピュアって見えてるってこと？そうなんや、多分。でも取ったんかな全部。あ、取った。すっげえ長い動画になってるな、ごめん。いや、なかなか難しくなってきたぞ、もう。お、誰かいるやん。ありがとう。さて、やっぱりここはさ、ここはさっていうか、このゲームはさ、オンラインにしといた方がいいですね。人のいるところで、なんか、めっちゃヒントになるで。これで場所が分かったりしました。で、ここもダッシュで取るんかなと思ったけど、吹き矢なんですね。この吹き矢の敵、面白いなって思ってたやつです。PV で。ということで。殻出てないのも可愛すぎるし、この泡が初めてなんですけど、この泡じゃない、泡の状態保ってるのが結構難しくて、そこだけ難易度4やと思うけど、そこじゃないといけない、取れないところが1個あったんで、あと、泡の毒素はこんなに強いと、あ、しかも泡で乗れるんや、みたいな。これ情報量が多いんですよ、80何年代世代には。非常に情報量が多すぎて。あれ、こっちも取らなかったのか。あ、でもどこで取ったか忘れちゃった。仲間なんかゴーストなんか、喋るだけの花なんかがわからんくなっちゃったんですね、僕。ちゃんとしとかないといけない。あれ、どこ行ったの？3個出せるんや、これ。おお、危ない。これはいかん。わかんないな。どこで取ったか。あ、泡の状態保てんかった。やっぱりむず。
ここにあるよってなんか教えてくれてた。びっくりした。だから取れただけです。あれでも今は誰もいないな。さっきめちゃくちゃいて情報量が多すぎて敵かの味方か分かんなかったんですけど、味方はいない。味方か、味方はね。え、これこれは、あ、これ泡やね。今度 OK やん。ちょっとかわいそう。あれ、あ、これね、こういうの取らなあかんね。これやばいよ、これ。これね、これね。あー、なるほど、そこにあったよね。ほんで3個揃ったと。匂いするやん、それ。オッケー、隠しゴールも多分なかったと思うんで、これオッケーです。キノコって懐かしいな。ここはね、ここにゴーストがいるとすっごい情報量が多いんやって。何が正解、何も危ないもん何やったっけとか、敵に触れたらさすがにあかんやろとか、花はあれ取れるやつじゃなくて喋るやつやとか。これそんないい匂いしていい空気上掃除、空気清浄化の可能性があるよね。あ、ここなんかありそう。ないね。オッケー。でも味方がええんかったな今。これなんや。お、なんでも矢があった。こんなと外に、ブロック出現。へえ、そんなことできるの。ゲームバランス大丈夫で、これも買っとかなあかんねっていうのを学んでます、ワールド1で。で、あとはもうパネルを、もう526もある。貯めたな。パネルどんだけ買えばいいんやろ。ちょっとだいぶ買おうか。でもなんか残しとかないとコース進めなかったっていうことの反省から、あのゴールド一番右側の列まだ出たことないんで、それが出たらまでにしようかな。出るまでにしようか。出るまでか300までにしようかな。300まで。実際の貯金は少ないんですけども、こういうところの貯金は多くしていくっていうことです。ドリルはまだ取ってないですね。泡しかまだ取ったことない。泡は初めて今取りました。ありがとうございます。ドリルも楽しみです。でも操作と情報量が多すぎて大丈夫でしょうか。本当にレアやな、ゴールド。なかなか出んやん。あ、300切ったんで、この辺にしとこうかな。ありがとうございました。たまには初見でクリアしたいな。たまには初見でクリアします。あれ、これ道か。あ、ワールド2にこっから行くの。ワールド2の行き方がわからんって言ったやん。いきなりスペシャルとフラワーショット出ちゃって、ワールド2の行き方がわからんって言ったんやけど、ワールド、あれ、もうないんや。どうやって動画出そう、フラワーショット。そういうこと、フラワーショット一回経ていく感じ。なんでそういう自由度。わかりました、ワールド2行こう。ワールド2行こう。多分、そうなんやね。多分順番的には。フラワー諸島じゃないってことやね。たまに水に入ろうってことですね。ずっと水やったら辛いもんね。ドルフィンキックとか。ということや。もう、ワールド5ぐらいの感じやん。すごい楽しそう。はい。ちょっと、ここ何屋さん、もう何でも屋さんかな、それ。
もう何でも屋さんかなこれ。な、な、な、なんだ、キノピオか、キノピオか。もうバッチもらえるのかな。登山。オッケー。ありがとう。なるほどね。最初にここの雰囲気の色の全部の色がいい色やなこれ。なんかまた隠しゴール行ってしまいそうになったんで、ちょっと普通にしていきたいと思います。あれ？今もしかして点数100点ぐらいに下がってた？一回リセットした次の日になると0になるんかな？点数って何やねん。このバッチつけてきたんですよね。そしたらこう好きなところに出せるかと思ったら、そうではなくて、あえて最初から、そのマップのヒントみたいなこのビックリマークが出てるんですね。このビックリマーク使ったからって何回も点数下がったりせんか。なんか昔のマリオでさ、一個さ、何回も死ぬとさ、ルイージだったかなんかに助けてくれるみたいなのがあって、それ助けてくれるんやありがとうと思って助けてもらいに行ったらさ、それ助けてもらったやろっていう成績悪くなるなんかあったんですよね。なんかあったっけ？覚えてます？それ以来ちょっとそういうの懸念してはいるんですけれども。まあ成績悪くなってもしゃあないくらい使ったっちゃ、使ったんでしょうけどもっていうことですね。あれ？ちょっと待って、うまく引っ張れん。危ね。こんなめっちゃ助けられるよね。まあ、好きなとこに出せるんかと思ったけど、好きなとこ出せるよりも助かってるよね。あ、違う違う。好きなとこ出せた方が助かる。ごめん。さっきできんかったで何が出るかと思ったら、紫。あ、いた誰か。あんま助かる気なかったんか？あ、600。溜まってるね。昨日の分も。多分。あれ？あ、割れるんや、これで。よかった。ファイヤーマリオじゃないと割れんのかと思った。ファイヤーキノピオかも。もはやマリオ見てないな、最近。もう一回やりたいね。うん。ここのアップ側にあるということですね。あとか、あ、そう、説明忘れてたけど、最初からもう、あれなんですよ、今回のゲームって。ワールド、ワンダーシードをさ、ちょっと待って、今回名前のネーミングセンス悪くない？ニンテンドー。なんかややこしくない？俺が歳か？ワンダーフラワー。ワンダーフラワーを取ってしまうと隠しステージに行っちゃったんで、隠しステージの方が行ってしまいがちなんですよ。このゲーム結構。お、すげえ。ここ乗れるな。あ、なるほど。僕、ダッシュで取るんか。すいません。ダッシュで、ダッシュバッチで取るんかと思ったんやけど、まあ、どっちみちバッチか。僕の、それが、ビックリマークバッチで取ってるんで、どっちみちバッチや。氷で取るんかと思っ、氷で取るのは通常ないね。オッケー。お、すげえ。どうなるんや。すっげえ道つけてくれてるやん。どっかでね、ワンダーを取っちゃったんですよ。どこやったかな？ワンダー取らん方が難しいんですよ。あ、これワンダーかな？これワンダーかもしれん。あれ、ちょっと待って。あ、もう3個取ってるやん。オッケー。これ一回通常ゴールしますね。うわ、ちょっと待って、通常ゴールどこ？超高くない？びっくりマーク出てくれてる。あ、超高え！どうやって取れん、これ。なんかつけてくれてるけど、あそこにどうやって取るのこれ。ちょっと待って、なんでそんな、キノピコごめん。僕はそんな、ちゃんとクリアして、なにこれ、帽子じゃないと取れんのか。蓋じゃない。どうやって取れんのこれ。あ、これか。あ、これや。なるほど。あ、危ない危ない、まだ。わあ、むずっ！なるほど！そこはさすがにびっくりマーク出てくれんのか。なんかこれね、隠しゴールが難しいっすよね。隠しゴールに先に行っちゃいがちっすよね。ポール倒してしまったんで、さっき一回。さて、隠しゴールを目指していきたいと思います。
隠しゴールを目指していきたいと思います。バッジセレクトしようかな。なんかもうちょっとこれ使ってみようか。あ、っていうのはね、何ジェットラン、これも面白かったな。これつけてみよう。あのね、びっくりマークがやっぱりない状態のこのステージを初めて見るんで、うわめっちゃ速い歩くの。こんなんやったっけジェットランって。そうやな、ジェットランは超いい。ジェットランデフォルト超いい。ワンダーを取ればいいんですよ。僕ここにいれば安全。あのジェットランは何が超いいって今驚いてたかというと、実際の本番で使ったことなかったんで忘れてたんですけど、すぐこう一回空中に行ってからもジャンプできるよっていうのだけのイメージがあったんですけど、そうじゃなくて普通に通常時もこんなに走るの速いんやってのを忘れてました。で、ジェットランで撮るかと思ってたんやけど、ジェットランで撮るの難しいね、ここ。やっぱりびっくりマークで撮って正解やったかも。でもジェットラン小回り効かん。小回り効かんのや。危ねえ。今のも危なくもなり得る。なるほど、ジェットランの弱点もあるな。あれ？あ、こっか。じゃあ、ジェットランと、ちょっと速い。あれ？あ、勝手に走ってる。今知ったんかい。勝手に走ってるやん、ジェットラン。勝手に走るのがあるってさ、あの、社長が、開発者に聞くで言ってたのはこれのことやったんかな？ジェットランのことなんかな？でも止まれもするよね。あ、止まれんわ。なるへそ？マリオランとはちょっと違うイメージやった。なるへそ？あ、これ壊すね。これ壊すね。ちょっとジェットラン、肩痛くなってくんな。硬いて、ジェットラン硬いて。あ、なにこれ、これジェットランのせって。結局せいにしちゃダメでしょ。なんでもあるものに感謝をまずしましょう。さっきまで感動してたくせにさ、せいってひどいでしょ。うわっ、ポール刺さってる。面白い。あ、面白い。非常に面白いね。お、ゴール。また取れんやん、これ。お、あぶね。あ、じゃあ取らんでいいやん。もうなんやん、パニックや頭。さて、初見でちょっと一息してみましょう。大丈夫でしょう、ちょっと一息ないで。一息つってるんで初見でも大丈夫でしょう。ずんどこ。ちょっと一息。ずんどこって何やったっけ。ああ、ダッシュつけてるな。ちょっと待って、ダッシュがね。あれ飛んだっけ。一息やったー、ありがとう。さあ、一個ぐらい。初見で久しぶりに行きたいけど、難しさ欲しい1個やで言ったんやけど、サムネ、それ言おうとした時にサムネが見えて、サムネのヘビムシっていうのがちょっと怖かった。ちっちゃい、思ったより。でもちょっと、あ、乗れんのや。ダッシュつけてしまってる。クリボー挟まってるやん。ちょっと待って、僕、みんなと遊んでるけど、危ない。みんなはダッシュつけてないけど、僕だけダッシュつけてるからちょっと待って。ヘビムシってそういうことね。なんか乗ってくイメージがあったんやけど、マリオって。違うよね。逆に縛りプレイになって、あ、そうか、縛りプレイになるやつって言ってたね、そういえば。開発されたのね。あ、そうなんや。あ、ひっつくとあげることになるやん、これ。お、すげえ。それでハートある？集まる？ハート集まってどうなるやろ、あれ。ハートがすげえユーザーってどういうユーザーなんやろ。僕いつの間にゾウなんやろ。それは気づけや。ちょっとダッシュ取りたいっすね、これ。でもなんかすごいこと、うわっ、こんな近くなった。大丈夫、僕こんな速くて。あっ、ワンダーある、ここ。
ことない大丈夫か、僕は。ワンダーやな。ワンダーの中にあると予想させてもらえ。あ、取れん。なるへそ。それで壊し、道を壊してあげなあかんのかと思ったけど、壊せるやん、あの子。待って、こうなの？あ、埋まっちゃうのね。僕は走っちゃうのよ。僕はこの前に走っちゃうのよね。この上行くの？どこ行くの？絶対この中にありますよね。それ倒したいよね。あ、いいね。困ることがやっとできたのよ。これね、これを、あー危ねえ。もっと出さなきゃ。あ、こっちか。お見苦しいと思いますけど、僕走っちゃう。あ、あった。走っちゃうのよ、僕。走っちゃう縛りプレイしようかなって開発者に聞くで想像してたけど、やっぱやめますって決めました。今それぐらい走っちゃうのよ。でも初見でいけそうなぐらいな感じが嬉しい。あ、大丈夫か。あ、いた。これ踏めないの、やばい。待て、どっから行けないの。オッケー。オッケーオッケーオッケー。初見でいけるぞ、これ。あとさ、あー、ちょっと待って、走っちゃうのよね。大丈夫か、僕、これ。ゴールどこや。あー、いいね。おーい！はーい！今、フラワーに話しかけただけですよ。はいっていう側の。しかも一緒にゴールできてありがとうございました。これは初見でいけんやろうけど、初見でいってみましょう。難しさ4やって、すげえ。これクリアしたらどうなるやろ。いや、練習させてもらうところがちゃんとついてるのがいいね。おお、なるほど、なるほどね。別ゲー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 。いいねー。なんとかっていうゲームのマリオっぽいゲームあるじゃない。マリオをオマージュした山登りのゲームさ。あ、でもここも山登りっていうタイトルやしさ、多分意識してるやろうな、そのゲームのこと。そのゲームがマリオに憧れて作ったけど、逆輸入的にマリオも使ったんじゃないかなと思うけど、どうやって取るのあれ。おお、おお、きつい。これめちゃくちゃ面白い、このゲーム。あ、このバッジ。何書いたんだこれ。でも今何個取った？2個や。あれ、これ初見でクリアできるんじゃん、もしかして。なんでみんなつけてんここに面白いな。え、まだあっち行かなかんねん。あ、ほんとや、俺もや。笑ってられん。ちょっとヘイ、ちょっと待って。無事。ヨッシーもむずいね、ヨッシーでも。ここはね、ここは難しいよね。あ、マリオも来た。あぶねえ。あ、ちょっと待って、今マジで。十字キーが油で滑った、手の油で。すっげえ久しぶりの感覚。これも、何ぶりかっていうと、多分マリオの何かぶりや。だからマリオってそういう油出すんや、手に。油汗がかいてるってことですよ、ほんとに。すごいことです。何がすごいことやん、それ。
どうやってするのこれ。あ、どういうことやこれ。わからん。うわ、無事いこれ。確かに面白い。面白いっていうかマリオやな。あ、ちょっと待って、むずい。え、ここ下降りれるの。ちょっと待ってや。ちょっとまあ初見動画としてこれは残しとこう。よーし、こっちだ。ここ落ちれる方が難しいやろこれ。十字スティックのところが十字キー、あ、じゃあ 3DL スティックが十字キーぐらいがっつりね、油止めしてもらわなあかんね。あー難しかった。喋れんかった、久しぶりに。あれ、ホールある。あかん、危ない。あー、じゃあもう油すごっ。何油すごって動画としてちゃんと喋れや。もう泡キノコでいい匂いにしなあかん。みんなの広場、謎だらけの秘密の広場。ありがとうございます。もう油が取れてま、取りましょう、ここでみんなで。謎だらけの秘密の、謎だらけの広場の秘密。ん？ん？みんなの広場、名前何やって？なんか、頭痛が痛いみたいになってない？おぉ、なんや。おぉ、謎やな。あれや、これもう逆輸入じゃない？さっきの崖のやつはさ、セルなんとかっていうゲームの、逆にやと思うんやけど、僕ね、インディーズゲームの。これは、マリオメーカーの誰かのコースの逆にの気がする。あ、そうか。これ、使ってるで。そうなんや。なるへそね。なるへそね。みんなの広場。あれ？え、どこ？あ、後ろにいた。あ、2個取った。え、2個取ったってこと、この間にもう1個あるってこと？怖いなあ。危ね。あ、じゃあ逆輸入じゃないわ。逆輸入は今のこういうところや。こういうところがもう出れんくなったりするやんね、マリオメーカーやと。しょうもないよね、あれ。何、あれ、あそこに何かあるの。何あれ、どうやって取れんの。どうやって取れんの、あれ。どうやって取れん、あれ。あ、なるほど、教えてくれてるな、ちゃんと教えてくれたよっていうのもちゃんと点数に入れてあげたいな。お、マリオ出てこれる、あれ。ってことはマリオがそこにいるってことは大丈夫ってこと。あ、大丈夫っぽい、コインがあるもん。全然油取れんやん、難しいやん、結構。もうそこやろね、そこやろね、なんかそこやろね、そこやろね。謎多いね、ここ。謎わかんねえな、ここ。こっちかな。
分からんこれ。教えて。でも確かに確かに順番的には2番目やから左から始まったとしたらそこの位置や。どうやって取るこれ。どうやって取る。ゼルダ以来の手の痛さクリアした。ちょっと待って、どうやって取るこれ。よくわからんとこにつけたかんな、僕も。紛らわしいから。わからんな、これ。どうしよう、どうしよう。でも、ゼルダより時間かかってないのがなんか特徴ないって。いつも、どうしようって言ったら15分ぐらい経ってるかなと思って見ると、まだ今この動画3分なんやけど、ゼルダってどうしようかなと思ってると、15分ぐらい経ってるんですよね、簡単に。何も解いてない。はい、どうやって取ろう、どうやって解こう、ここに。どうしよっかな。あ、これすごいバッチでテスト大変やったらなと思うのが、この崖登りジャンプでも取れないようなものの角度に何かを作らないといけないことですよね。ただこれがあるのは絶対そこだよね。なんて言ってるこの人。いらっしゃい。あって、あ、いらっしゃい。ちょっと考えてきます。久しぶりこれ。あれ、あー、違う、なんでもないわ。こっから出るやつやん。どうやって取れないのこれ。あ、土管動かせるんかな。あ、だからあったんやこれ。あ、わかった。だからあったんや、ユウ教えてくれてたんや。ちゃんと押してる絵に変えてる。だから僕もこうやってさ、ちゃんとわかりやすくしなかんのかんやな。なんつった今。なるほどね、こうちゃんとこうやってしてやるんやで、みんな。すげえ。あー、すげえ。てかすげえのはバッチがすごい。バッチを、あ、バッチじゃない、パネルをちゃんとそれ用につけてるのがすごい。わー、すごい。てか、土管を動かせるっていう先入観が86年マリオ世代にはないけど、何回もこうやって押して変えれるって何の意味があるのって思ってたけど、そういう絵を選ぶんや、これで。ここを押すんだよって。なるへどね、なるへどね。なるへそね。ちょっと勉強になるわ、ほんとに。はい、また初見を目指していきたいと思います。初見ってちゃんとわかる動画にできるかどうかって、これ、こういう時しかないですよね。あとは僕が嘘ついてるかもしれませんね。演技してるかもしれませんね。初見ですって。そんなことしませんけども。メリコンドルは飛んでくる。メリコンドルね。新しく出た敵として紹介されてた記憶もあります。あ、危ねえ。バッチ何してた今。おーおーおー、ここや。ここや。おお、止めたね途中で。ごめん、誰？助けたねえさ。てか、どこでもかんでもこれをつけるなってことが分かったよな。あいつら僕のことを狙ってる。そうなの。お、危な。もう情報量が多い。多い、多い、多い。エモートまで加わって、もう多い、多い、多い。お、下いけるんか？わからんな。多い、情報量が多い。すいません。うわ、泡が強い。泡は面白い要素やな。おー、いいね。泡いいね。ワンナップの嬉しさはないゲームですけどね。これ何個目のやつでしょう。泡では取れんのよ。1個目、オッケー。初見いけるかな。しまった。あ、これが使ってたよね。これを使って。このバッチをつけてるやね。バッチどうやって見られたっけ。
おお、情報量多すぎてわからん。助けたし、勝手に。いらっしゃい。あ、そうか、これは普通にこれか。おお、面白い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 。面白い。誰かと喋ってんの、僕も。これ何、何のマークこれ。あ、メダル5って何？あのメダル5が知りたいな。なるへそ？もう情報量がいい、ゾウが良かったな。なるほど、縦横にノコノコだけじゃないんや、壊す、壊すのは。あー、あかん。フラワーが出、ファイヤーが出ちゃうんだよな。危な。どういう状況なの？あ、おわ、ダメ？その下がダメかどうかがわからんねって最近のゲーム。これ何？このマークをよく見るんだよ。なんつってた、しかもこれ。ドキドキした。ドキドキしたか。情報量が多い。本当に多い。なんかこの上とかになんかありそうやな、これ。ないか。あ、いた。ちょっとね、初見じゃこれ無理かもしれんね。あ、でもこれ、この壁キックでよかった。探し物は見つかった。今2個見つかってるから見つかったに等しいかもしれん。うわ、そういうことになるの？新しいな、この客じゃね。客ってないよね。敵。そこは取れて？うわうわうわ、縦になった、すげえ。なんか見たことある、見た PV で見たやつや。縦になっちゃったりいろいろ起きるよ。へえ、面白い。おーっと、危ない。なるほど。あ、そっか、縦やであかんねや。え、でもジャンプできない。わからん、情報量と算数じゃないな、物理脳が足りん。え、ちょっと待って、どうやっていく、それ。うわ、そうなの、こっち。おー、そうなの。なかったけど、紫コインなかったけど、これなんかあるってことか。あるな、紫コイン多分。おお、あった。え、紫コインじゃない、やばい、落ちてきそう、紫コインが。あ、ほんとや、落ちてきた。なんでもないとこに立ってたな、今。あぶねー、大丈夫か。なるほどな。こうか。こう、そっち行ってみる。そっち行ってみると、うわあ、あの人のおかげでわかる。そこ立ててもこれんね。こっちに立ててあげな。だからこういう時はここに左だよっていうのを立ててあげると。はい。あ、一緒に待っててくれてありがとうございます。あれ？ちょっと間に合わなかったかな。でも初見でいけた、ありがとうございます。初見ちょっと動画長くなるでごめん。4合目ですよ、やって。また4合目なんですね。動画じゃあ明日やな。たとえ吹雪に見舞われようとも何でも売っているな。はい。あの、富士山登った時にご飯パックに入っただけで1000円知ってましたけど。あ、ありがとうございます。そんなもんですね。だからチアシードも1000円だなら安いと思います。で、パネルは、まあ、300ぐらいまでは買うんで、あと5個買ってみましょう。左上だよーっていうのを集めた方がいいですよね。左上だよーっていうのを。でもこんな何回も、100何回もさ、切り替えられないですよね。下 X で。
はい、ちょっとしばらく初見が続いてます。フラワー諸島以来は初見っていうのは初見ってちゃんとタイムラインに書こうかな、その方が面白そうなんでっていうのと、何したらいいんやろこれ、ちょっとふわふわつけてみようかな。でも登山屋でこっちかな、だからそっか、登山屋でこっちやからこそこれのレベル2の練習台があったんやって思えば納得いきますね。任天堂は何も考えずにそんなことしてるわけないんだ。あ、危ね、危ね今の。あ、これ風景か。うん、危ねえな、むずいな。あ、なんやあれ、あ、どうやって当てるのあれ。おお、あ、え、あ、カメ、そうか、人のカメ捕らんようにできるだけそうなってるんかもしれんな。うわぁ、どうすればいいのこれ。あ、こうか。普通やん。こういうんだけか。うん。なんかあるな。いた！でも亀がない。このキノコの色ついてるのって何？あ、見えてるってことね、僕の場合だけ。危ね、どうやっていくんだろうこれ。普通にこうやっていけってか。でも亀がないやん。おお、まだ1個か。え、大丈夫かな。随分高いところまで来たね。まあ大丈夫でしょう。あ、ちゃんと怖がるんやな。何これ。なるほど、そういうのもあるやん。なるほど。え、大丈夫これ。これ大丈夫。あ、亀で取らなか。下手やった。危ない、怖いよ、怖いよじゃねえよ。なにこれ、どうやってんの。あ、お、マークつけてる。あったー、ナイスクライミング。クライミング面白いな。落ちればいいかな。落ちればいいかどうか微妙にわからん。矢印変えていってくれたのに昔は。あれ、僕がさ、助けて。あ、それって無限助け合いできるんじゃない。どうなるの、そうしたら。シードがなかったな。ちょっと待ってよ、情報量多いな。どうやって登るのこれ、どうやって登るのこれ。あ、これか。危ねえ、危ない危ない、今の危なかったよ。そっか、みんながいればミスされんのやな。あ、違う、これじゃない。どうしよう。どうやっていくやこれ。
座っていくな、これ。あ、もうゴールっぽいな。シードがない、ワンダー取ってないな。あ、これか、なるほど。でも、あ、ワンダーこんなとこに会ってくれた、嬉しい。でもめっちゃのこのこ普通にいる。危ね、危ねえ、危ねえぞこれ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。概念がわからん、捕まれるんか捕まれんのかもな、もうわからん。概念わからんし、手いて。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。いつから初見動画になったんやこれ。怖いから何もコイン取らずに初見でクリアしたい。こんな最後にある時もあるよね。大丈夫これ。おお怖い。だってキノコ何もないからね僕今。届くかな。届いた。長い動画になっちゃいますね、すいません。ちょっと一息だけします。雲の中のなんとか、雲の中のポールブロック。なるほどね、雲取れるのやね。おお、そういうことね。一回でいかなかんだよね。なるへそ。ちょっと一息だけ任天堂新人社員にプログラム研修です作ってるやな多分。これね、僕初見じゃないっていう証拠は分かってしまった。これ初見じゃないです。倒して進めシリーズが楽しすぎて、時間制限でメダル取れるっていうのを忘れてて、ワールド2にもあるぞって喋ってたら、すっげーゆっくりクリアしたらメダル取れなかったんで2回目なんですけれども、その場合、その A ボタンで取れるアイテムが使い切ってあるんですね。セーブしちゃってるから。だから、あ、よし見てた。そこが初見じゃない証拠は出せます。てか初見の証拠にもあんまりならんかも。初見の証拠っていうのをしたいねあって思ってる。あのね、ここね、ゆっくり行って楽し、あ、言ったっけさっき、ゆっくり行って楽しかったから時間がオーバーし、あ、言ったね。けどね、最後楽しかったのは、あのハンマーブロスが出てくるんですよ。そのハンマーブロスがめちゃくちゃ怖いです。あ、その前にここ、こうやって下から行くんや。下行ったら危ねえぞと思ってたけど、そうじゃない。一個ずつこのなんつうの、足場に乗りながらクリアしていったけど、あ、まあそれが遅かった原因でもあるんやけど、今みたいにするといいんですね。かわいそうやな、あの子らにとってステージ的に。ハンマーブロスが出てくるんですけど、ハンマーブロスがね、あの赤いスーパーマリオのソフトの時にめちゃくちゃ恐怖キャラやったの知ってます。それを知ってる人もいないんじゃないか。だってこれ横に飛ぶのすっげえ強い。今これ初めてこの泡でここまで来たけど、あんなほら泡でさ、ハンマーブロスあの角度でさ、あの角度のマウンって本当に悪魔城ドラクラの敵かハンマーブロスだけやな。そんなもんさ、かわいそうですよ逆。あ、ちょっと待って、時間間に合うかな。70秒やった気がする。ハンマーブロスは本当に怖いキャラだったんです。であんな泡でゆっくり倒せるこっちが有利なことなんてなかったはずなんですし、そもそも顔とかも可愛いし投げ方も優しいんですよ。でもその1987年のマリオブラザーズでは、あの恐怖っていう言葉があってますね。ちょっとバイオハザードとは違う恐怖ですけど、
もうこんなレベル1ぐらい余裕やわと思って行ったら全然余裕じゃなかったっていうので、初見じゃないです。ふわっとジャンプ、あ、初見じゃない、ん?初見じゃないの分かったかな?今ので、証拠。初見じゃない証拠って逆公開する。このね、なんつったらいいんかな?あ、ちっちゃい鉛を。帽子じゃない、なって思いました。帽子の、ふわふわじゃな、ふわふわやと思って始めてたから、そもそもは。ここ怖いな。これ逆にふわってやっていいぐらいな。こうか。あー、さっきと一緒なのになった。むず。これレベル1か、ほんとに。あらら。お!何今の?あ!なんで助けてもらえたの?助けてもらえてないわ。あ、え?このパネルに助けてもらえることなんてあるんや。どうやったっけ?なんかあんまり分かってないな、やっぱ僕このルール。パネルに助けてもらうことがあるんだよってなんか言ってたな、そういえば。で、あれはね、もうゲームやめててもネット上で、クラウド上で、あの人に僕からのハートが入ってるんでしょうか。だからそうやってパネルいっぱい立てておいた方がいいんか。ここから初見や。危なっ。どのくらいかまだ分かってない。あんまり。なるほどね。パネル面白いな。完全なる初見っていうのをちょっとね、久しぶりに実現しないといけないと思ってる昨今でございまして、アップダウンなのにふわふわでいっちゃっていいの、バッチふわふわふわっとジャンプでいっちゃっていいの、ふわっとジャンプとアップダウンモコモコとなんか相性悪そうですけど大丈夫ですか。おお、なんでシャボン玉どっか出た。あ、僕か、僕シャボン玉なってたんだっけ。ゾウなのに、ゾウイーなのに、ふわっともできてる状態ね。バッチの仕組み、バッチの仕組み。オッケー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 。余裕余裕余裕。1個目取るの早いの余裕。さっき初見じゃない方が、あ、初見っていうかミスった時に誰か助けてくれたじゃないですか、さっき、ポールで。パネルか。それがすっごい嬉しかった。そういうのが取れるもの、取れるのも嬉しい。危ねえ。おお、え、どういうこと、何が起きたの今。なんで出てきたの今。ゾウビーじゃなくていけんのか。壊れんのやろ。あ、壊れた。あ、壊れん。壊れんパターンと壊れるパターンとあるの。あ、なるほどね。水は何だろう。あ、水を今出したんか。ん?なんか怪しくない?ここ。あ、怪しくないわけね。目の錯覚が、もう、年かな、やっぱ。乳首もわからんなるな。一回へこんで消えるけど、硬い。なんかあるな、ここ。なんかあるな、ここ。クリボーンはあかん。クリボーンは邪魔や。クリボーンじゃないけど。あ、ワンダーか。ワンダーね。楽しい。うわ、なんじゃこれ。楽しい。あー、楽しいこれ。おー、すげえ。新しい感覚。あれみたい。カービィディスカバリー。
こうして、まあ、踏まずに、あ、踏まずじゃない、自分が角になればいいな。この隙間、君にぴったり。素晴らしいゲームだな。これ大丈夫？当たるよね？当たる？当たりそう。え、当たらないんかな？あ、当たらんかった今。当たらんかった。なるへそ？時間やばいんか。これはいいけど、ピンク色の。ピンク色のあるかな？お、これ上、あ、これ教えてくれてると思う。違うわ、全然。早くならなかった。うわー、びっくりした。あった、よかった。いた。う、なになになに、やばい、やっば、むずいこれ。あ、むずっ。あー、むずかった。難しさの割に、楽しい。でも初見では全然いけませんでした。レッツチャレンジジャンピング。僕は持ち前のリズム感でとか言ってたんですけど、いけませんでした。あ、バッチ変えなあかんな、これ。バッチ変えなあかんな。あ、じゃあもう一個じゃん。これ、そっか。これはゴールなんやな。なんかパターンが多すぎてわからなくなってる。チャレンジと、バッジチャレンジと、練習と、こういう、これ何これは。倒してなんとかと、っていっぱい種類あるね、今回。楽しいです。なんかチャレンジいっぱいあるんです。楽しいんですけど、初見でいけんかったね。レベル3なのに。あ、じゃあ、いけんかった理由、あれです。最後のポールが取れんかった。あ、でもなんか、初見っぽくない、初見っぽい画面やったな、今。いけた。一回戻るとやりづらいけど、今みたいにずっとシャーっていけばじゃあ大丈夫です。あれ、また初見ってなんかあるな、これ。え、スペシャルワールドへ？またスペシャルワールド行く感じになるの、これ。え、スペシャルワールドの入り口ちゃうんかな。あ、一緒か、入り口は。え、これしたっけ昨
あれスペシャルワールドって全部に、あ、もくもく鉱山スペシャルって書いてある。え、ごめんなさい、ワールド全部にスペシャルってあるんや。知らんかった。そういうことね、ワンと違うとこなんやね。あ、ワールドワンと。ここ難しさ3って書いてあるけど、3枚目のメダル取るの結構難しいんですけど、僕一つ分かったのが、ていうかそもそも初見の感動を取れなかったのがちょっと乗せれないのが残念なんですけども、まあ、乗せればいいんですけども、そんなことしてたらキリがないんですけども、チャンネル登録者数が減るんですかもしれませんけども、最初にこの花火が出てきた時、僕はすごく綺麗やなと思って感動しました。最初、っていうかこれってマリオによくあるというか、マリオシリーズにお決まりの、この、あ、こう、でもジャンプでも取れるんや。知らんかった、今。強制横スクロールの戦艦のコースがあるんやっていうことが、まず一つ感動なのと、ハンマーを投げてくる敵っぽい感じがしたんですけど、これ違うんですよね。単なる本当にこれ、花火で、今花火で取ったか、今、しかもあれ。この感じ、花火に当たっても知らないし、何に近いあれやよね。なんか、何やったっけこの感じ。あれやあれ。ワイルド、ダックハントの、めっちゃ古い。ダックハントかワイルドが、ダックハントや。ダックハントの空き缶。ダックハントの空き缶に近くない？このイメージ。わかるかなこれ。これわかったら、でも1987年マリオ世代ですけども。で最後さ、その力比べみたいなのがあるんですけど、その力比べのところで、ゾウマリオじゃなくても全然力で勝てるんや、こんなキノピオでもと思ったんですが、これは、でっかいキノコじゃないと勝てないから、ちっちゃい砕てたら押し負けるんですよね。何言ってるか多分わからないですけど、力比べみたいなところで、でかいキノコじゃない、キノピオじゃないとダメなんやわ。それが難しかった。どうすればいいんかな。結構早めに行って上からのミサイルを取っとかなあかんと思う。多分ね、これファイヤー連射してた方がいいんかな。これ本当難しいと思うよこれ。これここここね、ここにしとかなあかんと思う。1個目はいいんですよね。ここの上、よし、あ、オッケーオッケー。ここじゃないと勝てんと思う。あー、よかった、やっとや。でもまだここが答えかは分からんけど、多分答えやと思う。ああ、よかった。ああ、難しかった、ここ。こんないかな。旗じゃない、別のやな。危ねえ危ねえ今のっていうのも、本当に怖いんです、ここ苦手。でもこの面好き。苦手なのに好き。もういいや。今ね、こっちは初見でいけんかったんですけど、ここを見たら落ちても安心って書いてあったんですよ。ありがとうございます。あれ？ないね。ここを見たらさ、落ちても安心って書いてあるでさ、ここで。ここでこう売ってるんや、これ。あー、やっぱ復帰ジャンプ、復帰バッジ売ってるんや。
落ちても安心、買ってから行きますわ。しゃあないしゃあない。この2つの面が多分落ちやすい面なんやと思います。1個しかまだやってないけどね。で、これは300なるぐらいまで元買いますと。って言っても楽しいんですよね、面が。これ本当にゴールド出、あ、初めてゴールド出た。かわいい。ちょっと同じの出始めてない？なるほど、同じのも出るんや。ちょっとさ、むずいんですけど。あのね、バッチは、落ちたら復帰のやつ使ったのに、もうリフトがなかった。で、リフトなくても、魂になったのに、魂助けてくれたのに、その魂助けてくれたところにももう、ないから、ここは結局自分の力でいけないといけないっていうことと、フラワーの声が知りたい、声優さん。危ないやろ今の。人を助けることを優先する優しさの動画になったことを保存しておきたい。間に合うかな。難しかった。取ったかな ?3 個。絶対初見無理になってきてる。絶対初見無理になってきてる。絶対初見無理になってきてる。
今名前取った僕3枚取ったな。3枚っていうのはこのここのコインじゃない、ここのコイン3名前取るとどうなるの。あっちにいるんやジュゲームが、優しいジュゲームが。何ありがとう、今デン買ったやん。じゃあそれ取らんかったら、へえ、デンバーアイもあるんやな。え、時間もないやん、むずいぞ。レベル5じゃないかもこれ。3枚取ってるね紫メダルは。え、どうすんのこれ。うわ来た、なんか来た。おお、わからん、むずっ。これ参加レベル本当に。じゃあじゃあ2や、2じゃないここ難易度。嘘、違うと思う俺。シュースアップでしてください。はい、日付変わりました。毎日ワンダーに1日1回は行きたいかなっていう風に考えてます。ちょっと、まあ、急に一息からですけれども、回転出し一息っていうか、僕にとっての今日としては10月24日としては、あ、危ない危ない危ない、落ちたかと思ったよ。10月24日としては、まあなんかちょっとなんつったらいいかな、その取れちょ、あのなんて言うんだっけそういうの、うお、すげえ、なんて言うんだっけそういうの、ウォーミングアップ、ウォーミングアップかなと。え、もう今度終わり？え、5個取った記憶なんやけど。ありがとうございます。ウォーミングアップにもなってませんけれども、これでよかったんでしょうか。回転ダッシュレール。ちょっとごめん。早すぎて逆に話せんわ。全然このウォーミングアップできてないのに、難しさ4のパレスっていう状態になってます。いきます。いきますっていうか、大丈夫やろ。パレスは多分ね、5、隠しゴールないんじゃないかなと思ってるんやけど、どうだろう。誰かいた、ありがとうございます。一緒に行こう、行きましょう。一緒に行くって、これ本当に、もうこれから一緒に行かない、やってられんわ。あ、大丈夫これ。うん、落とし足んない。倒せるかな、倒せるわ。よし。おお、おーっと、ない、あ、すぐあったし、ハンマーブロスが昔ほど怖くないのはいつもと一緒。あー、下手。何があるかな。お、怪しいな。どういうこと、あ、え、どういうこと、入れんやんの。単なるギミックな、ギミックっていうか単なる演出なんかな。これは最近わかんないですね。最近じゃなくて、このワンダーにおいてはそれが分かんないですよね。こんな難しくないか。え、これ難易度4にしては簡単すぎるな、いかなんだろう。お、そういうことね。え、あれ、入れんやろな、絶対。え、単なるおまけか。あ、ワンダー出てきてるもん。どういうこと？あ、これドカンで上げるんか。あ、あ、そういうことね。それは、そういうことか。なるへそ、そういう使い方か。それは知らんかった。ワンダーの色が TikTok っぽくなってる最近の流行りの。あー、この伸び縮みするやつ好きなんやけど、難しいけど。またこうやってやると上から出てくるパターンも考えながら動かないといけない。どこが危ない。 OK、 お、あれないな、一個も。あった、どうやったのこれ。 OK、 え、もうあるやん。え、なんでこんな簡単なの。難易度5ってなんなん、なんなんかといえば、昨日してたさ、まあこのスクショの写真は一緒な気になってるかもしれんけど、
めっちゃ難しかったのにね、崖登りジャンプとか。3とか2にしても難しいステージあったのにね。落ちるような。ここはもうハンマーブロスの最近の弱さも含めて簡単やな。スピーディー感はなくてすいません。もう簡単すぎん？大丈夫？簡単すぎん？ボスが難しいんかな。ゾウで行こう。大丈夫か。簡単でした。ボスやったっけ。ああボスやね。カメやね。あジュニアやね。このクッパジュニアのブラザーズいないんやね、今回。またこの人やん。あかん！ルールがわからんの。これいまいちルールわかってないんやって、俺このボス。昔から。そこも踏めるかどうかわかってないんやって、トゲトゲついてるで、背中に。背中、またちっちゃくなられる。すごいな。オッケー、簡単。お、寝ちゃつく。あ、誰か来た。行こう。ダブルヘッド。オッケー。3回倒してる。なんで ?1 回目は違うんか。残りの3回か。あ、踏めんかった。いける。1回目でこの相手が強くなって、そっから3回なんやね、多分。ワールド2クリアしたんかな、もう。残りこんなちょっとやったやん、ワールド2。今日2個しかしてない。しかも1個はミニゲームでした。モックモック鉱山、日付は深夜にやってるんで一緒になってるかもしれませんけど、今日はまた日付が変わった11時です。声優変わったな。かわいい。いいね、このゲーム。やっほー。幸せになれるな、任天堂っていうのは。